はいどうもキャッシュネス、本日はですねこちら、うん、館長、手荒な真似をさせないでください。好感度低いんで怒ってますね。こちら白夜不可、このキャラがですねついにかけら200個トリプル S になるので、ダブル S からトリプル S になる時の火力の違いを取っていきたいと思います。ダブル S からトリ S になると何が変わるかっていうと、爆発状態時は自身周囲小範囲の敵が受ける物理ダメージプラス 15%、 これがどのぐらいまで上がるか分かんないんですけど、こちらの方がですね、必殺使えば敵が受ける物理ダメージアップって考えればいいと思います。でこれがめちゃめちゃ強いです。簡単に言えば敵のデバフなんで全ての成功の効果と掛け算になります。なのでめちゃめちゃ強い。ダブル S とトリ S は天と地の差があるっていうのは噂には聞いてたんで、どのぐらい変わるのかね。じゃあまず、いつものサンドバッグさんで、分かりやすいように武器スキルなしでいきます。これでも十分強いんだけどね。まあまあでしたね。では記念すべきトリエスランクアップ。道は損にして勝つのだし。でステータスも上がると、攻撃力も上がりましたね。でリーダースキル取って、めっちゃ上がるのは会心ダメージ、これですよ重要なの。うわすげえ、敵が受ける物理ダメージプラス 40%、 マジか、やばいですねこれは。これはやばいですねマジか。デバフで 40%、 うわこれだいぶ変わりそう。じゃあ行きましょう。うわ助かりました。任務完了です。減り方が全然違かった。なんやねん今の、マジか。ダメージの違いをご覧ください。いきます。うわこれでも十分強いんだけどね。ダブSとトリS全然違うっていうのは聞いてたんですけど、ここまで違うとは思わなかった。すげえわ。よーし、位置につきました。倒しがいのあるやつが現れましたね。はっちゃー、今です。じゃあ行きましょう。なんだこの変に、超強い。よし回収完了。シールドぶっ壊した後のヘリおかしいでしょこれ。これは強いわ。違いのあるやつが現れましたね。今です。この子のトリエスになるにはとりあえずかけらで
もう集める場所がたくさんあるんで、運営からこいつ取り消すにしろよって多分お達しだと思うんで、ぜひとも皆さんかけら集め頑張りましょう。とりあえず火力ありすぎるとすぐ終わっちゃうから成功はなしで裸でいきます。白夜の基本的な使い方っていうのは、まずゲージを通常連打で貯めて、通常特殊でアッパー、これで印つける。特殊通常で蹴りを入れて EP 回収プラス印のダメージ。基本的にこれループです。で息溜まったら必殺でゴリ押す。